災害への備えについて夏休みに親子で考えてもらおうと六本木ヒルズで探検ツアーが行われました。小学生とその保護者が非常用の井戸や備蓄品の倉庫など普段は見られない場所を見学し六本木ヒルズの裏側を探りました。この探検ツアーは六本木ヒルズの防災への取り組みについて知ってもらおうというもので、小学生とその保護者合わせて26人が参加しました。子どもたちはまず東京やニューヨークの街の模型を比較し、道が狭く建物が密集した東京の特徴について学びました。そしていよいよ探検ツアー開始。まずは非常用の井戸を見学し、その水を使った放水を体験。六本木ヒルズでは断水した場合、地下80メートルから水を汲み上げ、消火活動やトイレ、飲料水などに活用します。続いては備蓄倉庫へ。ここには10万人分の非常食や水、毛布などが保管してあり、東日本大震災の時にもその一部が使われました。六本木ヒルズの安全を管理する場所、こちらの防災センターは普段はめったに入ることができない場所ですが、今回は特別に公開されました。防災センターでは防犯カメラやエレベーターなどを管理し、利用者の安全を見守っています。子どもたちはさらに怪我をした時の応急手当の方法も教わりました。三角巾の手当が面白かったです。井戸水のポンプから出ていることがすごい面白かった。子どもたちに普段から身につけておきたい防災のこととか、そういうことがたくさん聞けてよかったなと思います。六本木ヒルズでは今後もこうした探検ツアーを行う予定です。